ホーディー、よーみんな元気？タマウッディーだよ。はい、ということで今回はですね、7月30日から始まりましたトイストーリーの一番くじを10回引いてきたので開封していきたいと思います。それでは、おーちげま、さあさあやってまいりました。今年もトイストーリーの一番くじ、今回の一番くじ1回税込み700円でセブンイレブン店舗、イトーヨーカドー店舗などなどで開催中です。でもどこでやってるかわからないよっていう方、公式のホームページ見ると取扱店舗の検索ができるから、そこからぜひチェックしてみてね。2回ぐらい挑戦してるんだけど、今回もとっても豪華なので、じゃあまずはねラインナップを見ていきたいと思います。まずは A 賞、ウッディギミック付きフィギュア、こちらでございます。最高じゃない？ウッディかっこいい。ウッディと結婚する。過去2回やった一番くじ両方ともね、ありがたいことに A 賞当たったんだけど、その2つとも同じようにウッディのフィギュアだったんだけど、両方ともねこのピクサーボールがなかったんですよ。もう3回目ということで、ピクサーボールもついてモリモリですよ。こちら25センチあるビッグサイズフィギュアで、すごい、今回ピクサーボールの裏側にはペンや印鑑、リップクリームなどの小物が入れられるんだって。めっちゃバージョンアップしてる。では続いて B 賞、逆かしら、エイリアン貯金箱、超プリティエイリアン貯金箱は約15センチです。続いては C 賞、ピザプラネット箱入りプレート、うわ何これ、え、めっちゃ良くない？この箱の中に入ってんだって。プレートもめっちゃ可愛いけど、この箱もめっちゃ欲しい。約19センチ。続いてはドリームの D 賞、こちらはストックコンテナ、約 350ml 入るらしいんだけど、こんな感じ、なんか食べ物入れておけるのかな。ロッチョ先生いるじゃないですか。スリンキーもいる。これはね、選べる全4種です。続いてはですね、エブリデイパレードの衣装、すいません、私の楽曲でございます、エブリデイパレード、ぜひダウンロードしてください。こちらテーブルウェア、これもね選べる全5種。こんな感じでお皿だったりコップだったり、見て見て、手書きの絵だ。こんな感じになってます。続いてはフレンドリーシップの F 賞。これは選べる全6種のタオルコレクション。え、かわいい。え、ロッツ先生かわいい。え、このタオルコレクション良くない？このバスのタオルもいいし、勢揃いしてるタオルもいいでしょ？この手書き感満載のもいいし、エイリアンタオルもいいし、あー、このロッツ先生が可愛くないですか、皆さん。なんてプリティなんでしょうか。いちごの香りがしそう。そして続いてが、の G 賞、こちらラバーチャーム全12種で、こちらなんと選べません。え、かわいい、プリティすぎない？え、いる、シドがいる。これグッズになるんだ、これ欲しいかも。ウッディバズジェシーとか、こんな感じのラインナップになってます。どうしよう、何狙いでいこうかな。 A 賞もいいんだけど、狙うは B 賞の貯金箱、 C 賞のこのプレート、この箱欲しいな、箱。あとはタオルコレクションでロッドと G 賞の可愛いキャラクターたちと、あとちょっとプラススパイス的な感じでシドを狙っていきたいと思います。いやー、緊張する。それでは今回がこちらでございます。重さはね結構たっぷりあるんですけど、いつもの一番くじと同様に動画の中でねリアクションを残したいなということで、ママチューブにお金を渡して頼んで10回引いてきてもらいました。それでは一番くじ、まずは1個目、これはタオルっぽいぞ。ちなみに選べる賞が当たった場合はママチューブチョイスで選んできていただいておりますので、そちらはお楽しみという感じになっております。1個目、タオルだ、これじゃじゃん。あ、ママチューブやりおった、最高。分かってるね。見て、今までの一番くじのさ、タオル賞一番プリティだと思う。何よりもプリティ、あんた可愛いよ。イエーイ、こちら、あー最高。立体感があってさ、タオルの中に住んでるって感じがするんだよね。なんかそこにいるって感じしない？これはね絶対ロッド先生と一緒に飾りたいと思います。うわ、こんな、あ、ちょっと前掛けにしちゃおうかな。可愛すぎて、あー。2個目、チタン、ズンズンズン、お、謎の箱、いきます、せーの、じゃじゃーん。あ、衣装のテーブルコレクション、こちらも選べる5種、結構大
きい。これいいね、使いやすいし、プラスチックだからさ割れにくいのよ。表がバズで裏がエイリアン。え、これ普通にさ飲んでもいいんだけど、洗面所のうがいコップとして置いててもいいな。おやおや、何かわからない、謎の袋が入ってんだけど、これは後にしましょう。3つ目、こちら、じゃん。あ、いいしょいいしょいいしょ、あら可愛い。あ、これもプラスチックなんだね。めっちゃプリティだよ。サイズ的に言うとデザートとかおやつ食べるお皿にぴったりかな。ちっちゃい子でもさ使えそうな気がします。4つ目、ズンツクタンタンズンツクタン。あー、なんか衣装っぽいなこれ。せーの、じゃん。あ、違う、衣装ストックコンテナ。すごい、いろんな種類のさエイリアンがいるんだけど、え、なんか思ったより大きい。じゃーん、フォーキー、ロッツォ、ジェシー、ウッディ、エイリアンで、バズ、ダッキーとバニーって感じだね。ひねってこうしっかり締めるタイプ。私はね、ちょっとおやつをストックする癖があるので、たっぷりおやつを入れておきたいと思います。たまたま、あ、なんかこれ衣装っぽいな。いきます、せーの、じゃじゃん。あ、ロッツ先生来た。え、今回ロッツ先生輝いてない？こちら衣装のお皿、いちごが散らびまめられております。いちごのショートケーキとか食べたいな。6個目、なんかちっちゃい箱、せーの、じゃん。 G-SHOラバーチャーム。さあ誰だ、わからないんだ。この中のいずれかが入っております。だってまさかの2度開封が楽しめるという。シドはなかなかグッズ見ないから、ちょっとシド狙いで、最初からシド狙いでいきたいと思います。よし、行くぞ。シド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 、おー、ババーン、スリンキー。いや、スリンキーもいいキャラクターだよね。え、めっちゃさクオリティ高い。ででーん、で、あ、いいじゃん。スリンキーの S でもあり、住吉たまきの S でもあるという。あ、待てよ、シドも住吉たまきの S や。まさか一緒だったとは。え、かわいい、やった。裏はね、こんな感じ。裏はシンプルです。7個目、じゃん、ラバーチャーム来ました。 G-SHOあ、見ちゃった。じゃーん、あ、ウッディ、みんなのウッディですから、もう当たってラッキー。あと残り3個、終盤になってきました。8個目9個目、多分ラバーチャームな気がする。ちょっと一気にいっちゃうね。せーの、じゃん。あ、そうだ、ラバーチャーム、みんな来ました。シドチャンス、シードシードシード。私こんなシド好きだったっけ。なんかさ、トイストーリー1見た時めちゃくちゃ怖くて、すごいさ苦手だったの、シドのことが。でもなんかなかなか見ないグッズだから、やっぱ出会って欲しくなっちゃうんですね。え、でも欲しい欲しい。せーの、じゃん。あ、ボンピープ、あ、いいじゃんいいじゃん。ウッディ先生の隣につけてあげたい。本当にクオリティ高い。たまたまチューブ。さあ、ということで9個目、シドは果たして出るのか。あー、でもなー、ロッチョとかさ、バターカップもいいな、グリーンアミメもいい。あ、もう結局何でもいいんだっていう。全員最高。ラスト、ラバーチャーム、じゃん、グリーンアミメ。え、嬉しい。グリーンアミメのさグッズもさ結構レアじゃない。じゃじゃーん、わ、いいじゃん。ラバーチャーム選べないから、これ全部コンプリートしたいっていう人は結構大変かもしれないけど、でも2回楽しめる感じがあるね。それではラストでございます。10個目、謎の袋があるから多分今までで出てないやつだと思うんだけど、あ、ドキドキ。せーの、じゃん。あ、やった、来た、新章ピザプラネット。この箱飾りたい。いや、もちろん中身も使うよ。この箱は絶対飾りたいの、大事にしないと。これはもうトイストーリーコーナー行きですね。それでは皆様、ピザのお届けでございます。せーの、じゃーん。あ、わお、結構しっかり。これは割れるタイプのおは、おは、お皿でございます。割れるタイプってなんやねん。割るためにお皿があるわけじゃないんですけど、かわいい。え、バズかっこよい。バズと結婚する。いいねいいね。これちょっとピザプラネットの箱に入ってるけど、ぜひこれでカレーを食べたいと思います。やったー、嬉しい。今
回も全部可愛いし、生活でねいっぱい使えるものもあったりとか、箱まで可愛いっていう、なんて素敵な一番くじなんでしょうか。はい、ということで今回は7月30日から始まりましたトイストーリーの一番くじ With Happy Friends を10回引いてみました。夢がありますねこの一番くじ。ぜひみんなも気になる方はチャレンジしてみてね。そして私はこれ当たりましたとかあったらぜひコメント欄で教えてください。ということで皆さん、住吉バブミタマキこれにて失礼いたします。さようなら。高評価とチャンネル登録とインスタとツイッターのフォローもお願いします。バイバーイ。